アビバは、イギリス・ロンドンに本社を置く、保険会社。1998年にコマーシャル・ユニオンと、ゼネラル・アクシデントが合併して、クグーとなった。2000年にノリッジ・ユニオンとクグーが合併、クヌーとなった。2001年、白山保険に、アメリカの総合保険事業を売却し、翌2002年も、世界規模のスリム化を達成した上で、アビバという社名を冠した。 2003年1月、中量集団とジョイントベンチャー。2005年に、王立自動車クラブを買収。2009年ナショナルオーストラリア銀行へ号の、リッジユニオンを含むゴーアビバの資産運用部門と、生命保険部門を売却した。現在も、なお、世界21カ国、地域で展開している、多国籍企業であるが、特に、中国で活発に動いている。 母体三社では、コマーシャルユニオンが、最大規模である。同社は、大火事の後1861年、テムズ川の南に創設された。ほどなくしてハンブルクなどに代理店を設けた。1862年から、生命保険を扱い始め、1863年に、海上保険の引き受け人として指名された。貿易と関わりながら、 1860年代末までに、南アやカリブ海に代理店を設けて、イギリス商人に利用させた。サンフランシスコとニューヨークにも代理店を持った。1870年代初めにシカゴとボストンの退化を受けて、保険金を払った。1880年代まで、アメリカ事業は、同社保険料収入の1、3兆を稼ぎ出した。19世紀末、欧州。 カナダ、オーストラリアへ事業を拡大し、保険料収入の3、4を海外から計上した。火災保険において、コマーシャルユニオンは、ロイヤル保険に次ぐ地位を築いた。20世紀初めにコマーシャルユニオンは、初代 GM のエヴァン・ロジャー・オーウェンを指名した。1900年に、マンチェスターの保険会社を買収した。これにより、コマーシャルユニオンは、火災、生命、会場、 損保すべてを営むようになった。さらに6件ほど、吸収合併が続いた。アメリカでは2件。1906年サンフランシスコ地震が起こり、買収の対象となった2社は存在を出していた。コマーシャルユニオンは巨額の英国債を消化しながら第1次、世界大戦が終わるまで成長し続けた。戦艦期には、自動車企業株を買いまして、 1926年にブリティッシュゼネラルを買収した。第二次世界大戦後の価格競争は熾烈を極め、コマーシャルユニオンは次々とライバルを買収した。1968年総合保険4人が CU の軍門に下った。1975年、主にアメリカでの損失引き受けを原因とする多年の損失を計上した。数年かけて、 アメリカでの被災産事業を処分する一方、イギリスの欧州経済共同体加盟がその市場へ参入する機会となった。1970年代初期には、ベルギーの会社とオランダの総合保険会社を買収した。1984から5年に計上した損失を受けて、さらにアメリカ事業を縮小した。そして欧州事業が保険料収入の3割を、 稼ぐようになった。1990年に持ち株会社を設立。1992年ポーランドへ支店を設け、1996年南アトベトナムで事務所を開いた。ゼネラルアクシデントもコマーシャルユニオンのように国家経済の工業化を背景として創設されたが、しかし火災保険よりも使用者責任保険を担っていた。 貿易組合が劣悪な労働環境を理由に、労災責任を訴えたので、1880年使用者責任法が成立した。1885年ゼネラルアクシデントエンプロイヤーズライアビリティアシュランスアソシエーションが結成された。ゼネラルアクシデントは、パースの本社からロンドンなどに代表を送った。1887年、 フランシス・ノリー・ミラーが社長となって、1944年に会長職を退くまで経営を左右した。1896年、自動車保険をスタート。1899年、スコットランドのゼネラルファイアーと合併し、火災保険も始めた。ノリエが1899年にアメリカ事務所を開いたが、すぐにオーストラリア、カナダ、ナンア、ベルギー、 フランス、オランダへ支店を設けた。1906年、業用拡大で社名が、ゼネラルアクシデント火災生命保険となった。1924年、ノリエは、自動車保険で人儲けしようと企んだ。モーリスと提携して、販売車両すべてに保険を1年間無料でサービス、したのだが、その保険料は、モーリス負担であった。1930年道路事故法が、 追い風となった。1930年代を通じて、ゼネラルアクシデントは、火災保険士会社ポトマックをワシントン DC に置いたりして、アメリカでも事業を拡大した。他の視点は、第二次世界大戦後に加えた。1963年、保険協会を作った。イギリスでは1967年、ヨークシャーインシュランスを買収した。 1980年代のビッグバンにより、保険ブローカーと保険会社の垣根がなくなり、欧州統合が市場を拡大させた。ジェネラルアクシデントは、同年代末までに500を超える不動産取引代理店を買収し、家族生命保険の販路を開いた。1988年ジェネラルアクシデントは、収益性の悪さを分かりながら、NG を買収した。 1988年マサチューセッツから完全撤退した。1980年代、ソンポは異常気象で、政ホはエイズで支払いが多かった。1990年に持ち株会社を設立した。リストラがうまくいったので、1993年、イギリスの総合保険で最大の利益を計上した。1995年は自動車保険のサブレを、 1996年に、プロビデント・ミューチュアルを、1997年には、カナダ・ゼネラル・インシュランスを買収した。コマーシャル・ユニオンとゼネラル・アクシデントは、1998年に、合併して、コマーシャル・ゼネラル・ユニオンとなった。そして、資産運用サービスとバンカ・シュランスへ進出した。合併時は、損保と政保の会社業用における割合は6対4、だったが、 1999年には、政府が、全体の5割を超えた。クグは同年ソシエテジェネラルと同盟した。さらにロイヤルバンクオブ、スコットランド政府の50%買収に合意した。2000年はじめクグは、ノリッジユニオンと合併して、コマーシャルゼネラルノリッジユニオンへ統合する計画を立てた。ノリッジユニオンの歴史は長いが、資料の制約内で説明する。 ノリッジユニオンは火災保険の総合会社として1797年に創立された。その前からノリッジは産保険や王立取引所の顧客と親しかった。1785年に名簿家が集まってガーディアンなる火災保険を作っていた。ノリッジユニオンに話を戻す。同社の創立者はマーチャントバンカーのトーマス・ビグノルドであった。定により 彼は会社保険料収入の5%を受け取り、そこから再生産と給与支払いに充てていた。これは講師を混同していた。この定管はロンドンでの業務を禁じていたが、それは無視された。内紛が起こり、同族経営が定管で改められ、1815年に社長がサミュエル・ビグノルドに交代した。1866年にアミカブル・ソサイエティを 買収した。1870年にクラウンバンクが破綻して、以来、ガーニー家がノリッジユニオンの金庫番であった。1896年、ノリッジへ、バークレーズが進出してきて、ノリッジユニオンと人材を共有した。そしてサミュエル・ガーニー・バクストンがノリッジユニオンの重役となっていた。20世紀初頭、ノリッジユニオンは、生命保険も手がける。 英連邦の多国籍企業となっていた。1920年、その火災保険部門はフェニックスアシュランスに買収されたが、しかし5年後に生命保険部門がそれを買い戻した。戦艦機、バークレーズノリッジ支店の重役室は、ガーニー家の子孫らが支配していた。そして、ノリッジユニオンの幹部は、地元の政治家でもあった。 しかし同元のバークレーズは徐々に経営陣を入れ替えた。モーゲージ貸付は、ノリジジュニオンの伝統的な業務であったが、戦後直後に制限されたので、住宅のローンを呼び、総合保険を大々的に売り込んだ。1949年まで、毎年700万ポンドを貸し付け、1955年までに、モーゲージは総資産の46%を占めた。 1962年12月、コンチネンタルコーポレーションがノリッジユニオン火災のアメリカ事業を買収した。1963年、保守党のマンクロフト卿がユダヤ人であるという理由でのリッジユニオンの重役から降ろされた。シティオブロンドンとヨーロッパの金融戦争がもう始まっていた。1976年、リーガルジェネラルが 南亜総合保険事業のリッジユニオンのそれと合併した。同年、合弁会社のリッジビンタートゥールを、ノリッジユニオンと、現アクサのビンタートゥールと千代田火災会場保険が、それぞれ順に48.5%、48.5%、3%を出資して設立した。1983年、ノリッジユニオンは、子会社の AP 銀行を、 リッグス銀行へ3590万ドルで売却した。ノリッジユニオンがワファバンクと関係した頃である。1986年ビッグバンの時にカザノブ紹介が証券引受信事系統を蘇生しているが、蘇生はロイヤルバンク・オブ・スコットランドの協力によっており、参加者はノリッジユニオンやスコティッシュ・エクイタブル、リーガルジェネラルなど7機関投資家であった。 1991年、あらかじめ、イングランド銀行の圧戦で相手方株主と接触していた、ノリッジユニオンは、定数者の取締役会を入れ替えようとして報道も追い風に成功させた。この時の副会長は、ジェームズ・クレミンソンであった。ありがとうございます。